はい、皆さんこんにちは、ワンダルガルビッシュです。ハーツオブアイアン4、イタリア王国でのプレイ続きをやっていきたいと思います。では早速続きをやっていきたいと思うんですが、いくつかですね、皆さんから、アドバイスというかですね、いろいろ教えていただいたことがあるので、今回はですね、まずはそれをちょっと実践していければいいかなというふうに思っています。じゃあ具体的に何があったかというと、まずはですね、貿易、貿易をちょっと積極的にはやっていなかったところがあったんですが、連合国軍側と本格的な開戦になった後は貿易もまんまならなくなるし、より兵器なり何なりを作るのにも貿易は必要ですよとアドバイスいただきましたので、一つは貿易ですね、しっかりと貿易の方をやっていきたいなというふうに思っています。で、もう一つがですね、歩兵師団に関してもうちょっと中身固くした方がいいんじゃないのということで、それに関しては実はですね、戦車を入れるようにしているので、引き続き戦車を入れていこうかなというふうに思っています。で、今ご覧の通りですね、陸軍の経験値上で星印が出ているのが、3つ出てると思うんですけど、黄色、青、白と出てると思うんですけど、黄色の陸軍の経験値が5しかなくて、これにもう一種類のなんて言うんですかね、武装を入れようとすると5じゃちょっと足りないので、まずはちょっとそこをね、上げるっていうことをしていきたいなというふうに思っています。なのでちょっと今すぐ砲兵、大砲を持ったね、部隊を入れたりとかっていう編成がちょっとできないかなとは思うんですが、ちょっとね、そこはおいおいやっていきたいなというふうに思っている点になります。あとは飛行機ですね。どこで戦うにしても制空権は重要ですよというアドバイスいただいたので、飛行機は優先的に作っていくようにしたいなというふうに思っています。では早速なんですが、まず貿易の枠組みですね、ちょっと見ていきましょうか。余剰があるものに関しては売っていけばいいかなというのもあるんで、アルミニウムとかね、プラス46あるので、これを売っていきつつ、足りないものですね、例えばクロム、あとはどうだろうな、必要なものタングステンとかもね、そんなに今は必要ないのかな。アルミニウムとかをちょっと売っていきますか。アルミをじゃあどこに売りさばくかというと、そうだな、やっぱ味方がいいよね。これは輸入になっちゃうので、どうしようかな、輸出しておこうかな。ちょっとまずはっていうところでこれくらいにしときましょう。で、あと必要なところっていうと、なんだろうな、石油とかもね、輸入量が32あって必要量17なんで、今すぐ必要って感じではないんですよね。アルミニウムに関しては今見ていただいたように余っていて、ゴムも必要量が3に対して輸入が8、タングステンとかちょっと輸入しときますか。じゃあで、鉄だよね、鉄も十分あるし、クロムもちょっとじゃあどっからか仕入れときますか。そうだな、日本からもうもらえないか。中華民国、中華民国はな、敵になるしね。アルバニアとかはもうこれ以上は無理。新疆ウイグル自治区とかもどうかな、微妙ですよね。ドイツは？ドイツもダメ。ドミニカとかもないか。そもそも輸出量が少ないところはどうにもならないですもんね。キューバとかだったら取り合ってくれるかって感じか。
まあ、こんなもんでちょっとまずは様子を見ていきましょう。で、あとは生産ラインのところですね。今、飛行機がね、ちょっと足りてない説は少なからずあるので、飛行機をちょっと作っていきましょう。で、そのためには、一旦この歩兵師団に配ってる装備を取り下げて、で、代わりに、近接航空支援機と対艦攻撃機を入れていきましょう。で、こうするときっと足りなくなってくるんですよね。先ほど見ていただいていた貿易が。なので、そのあたりをちょっと様子を見ながら、何をどう入れていくかっていうのを検討していきましょう。で、この状態で貿易を見ると、何が足りないかというと、一通りは足りてはいるのか。必要量に対して、輸入量が33で足りています。アルミニウムも足りている。ゴムも足りている。タングステンも足りている。鋼鉄も足りている。クロムが足りないんだな。クロムをじゃあちょっと輸入していきましょう。どっから輸入できるかというと、スウェーデンとか、もうこれ以上は無理か。どこかな。中華民国。輸出の枠が空いてないとそもそも輸出してくれないからな。キューバ。ちょっとやっぱキューバ頼みだな。で、その上で、生産ラインは見たし、よくて、あとは徴兵だな。この辺りはどこまで来てるかというと、訓練が76かまだ。もうちょい先ですね。さあ、こんなところですかね。まだ訓練が終わってないものね。ビエモンテ、カルアブリア。どうだろう、ラティウムあたりにもうちょっとユニット追加していく？今後のことを考えて。これでいいでしょう。さあ、では。お待たせしました。ターンを送っていきましょう。ターンというか時間を進めていきましょう。今、1937年ですね。あとは、各場所に割り当てていきましょう。とはいえ、全く航空機がないっていう状態なんで、航空機の生産はね、バシバシ入れていきましょう。まあ、前線にはやっぱり入れておきたいですからね。そう考えるとやっぱり飛行機はもうちょっとバシバシ作っていきたいなーっていう感じはありますね。飛行機の生産ラインをちょっと見直しましょうか。アルミがやっぱ足りてないのかな、これを見ると。潜水艦ばっかりね、作ってる感じになってますけどね、今だと。アルミをもうちょっと手に入れていきますか、そしたら。ただアルミはそうか、余剰してるぐらいだもんな。
ゴムをもうちょっと増やすか。あとはもうちょっとやっぱアフリカ戦線に人をね、部隊をね出していきましょう。このままだとちょっと怖いんで、でドイツ軍の協力が終わったので次の戦略を見直していきたいんですが、今ドイツ軍の協力をやってもののエチオピア戦争における兵站ということで少しねこの工業寄りに寄せていきましょう。やっぱ工業大国にね変えていきたいと思います。あとは師団、軍団かな？軍団の編成っていう意味でも少しまとまった見直しをかけていった方がいいかな。この地中海に関してはね、イギリス軍に仮に踏み込まれても耐えられるような体制にやっぱりしておきたいというのがありますからね。ちょっと色が分かりづらいので色を変えておきましょう。で師団に関してはまあバシバシアフリカの方に送り込んでいきましょう。まあ、仮にこの先ですね、欧州大戦が発生したとしてもドイツがいる限り大陸に関しては安心かなと思うんですよね。どちらかというと、もうちょっと飛行機の数が欲しいな、空軍の数がね。で、こっちの方はというと、配備は84まで来てるね。ちょっとじゃあ、配備していきましょう。ま、ちょっとまだ訓練が終わってない部隊もいますが、配置していって、新しく、また。徴兵していきましょう。今度は11番台かな。アフリカ戦線がちょっとそのいざ連合国軍側と開戦した時に戦力がなさすぎて攻めるのはもちろん無理だし攻撃をすることも不可能っていう状態になっていくので、ここは陸軍の強化もしっかりしていきましょう。で今わかりづらい感じで T ニューとかって入れてますけど、これどうやら日本語で、例えばメモ帳とかで日本語入力した後にコピー&ペーストはできるようなので、まぁ、ちょっとね今回のイタリア王国プレイヤーもこのままやりますけども、将来的にやる日本軍とかタイでのプレイの時はもう少しわかりやすい日本語名の師団名をつけていこうかなと思ってますんで、そのあたりはねご期待いただければと思います。で歩兵を強くするっていう意味で325日はかけられないものの、少しずつ
歩兵の強化に勤しみましょう。そしたら次は何し、工学だとこの辺か。今これ研究中。なるほど。原子力とかな、ちょっとやりたいけど先が見えなさすぎるもんな。まあ、おとなしく陸軍にしときますか。317日はちょっとかけられないな。戦車は？重戦車。重戦車はね、中型戦車314日、ちょっとかけられないな。ドクトリンもいらないしな。空母とか持ちたいけど、まあ、ここはおとなしく空軍にしますか。そしたら重戦闘機あたりちょっと見ておきますか。どん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 アフリカ大陸へと出していきましょう。あとは飛行機の配備ですよね。前線を中心に飛行機は厚めにやっぱり配置していきたいんで。さ、政府の刷新ですけど、研究と生産、クリックで工業か。ダニエル工業を入れましょう。で、ミカードの造船所があると。そしたらこれ海洋ドゥイリオ級のために1個入れますか。石油25、ゴム1、鋼鉄17か。なるほど。不足してるな。じゃあ、これを早急に入れていきましょう。で、空軍の方は次のステップとしては、まあ、エースとか生まれてくれたら嬉しいんで、戦闘機エースによる先導っていうのを入れていきましょうか。敵機を5機以上撃墜したパイロットをエースとして表彰し、特待することでリスクを恐れない行動を奨励するとともに、パイロットたちのエリート意識を養うことができますと。で、アンシュルスですね。ウィーンの地元、ナチ党がクーデターに成功したと。ドイツ軍はオーストリア国境を越え、同国の制圧に成功したということですね。ゴムとか足りないって言われてもな。では、
国家方針は工業への注力に進めていきましょう。建設スロットを2つ追加等々の効果がありますからね。ゴムか。16以上はもうもらえない？イギリス領マラヤからもダメか。あとは鉄も足りないって言われてたよね。イギリスからはもちろん買えないしな。いやー、なんとか欲しいんだけどな。鉄はどこも売ってくれないね、これを見てると。しょうがない、鉄は我慢するか。フランスとドイツがぶつかった時に今の戦力だとちょっとね、不安ありますからね。あとは対艦攻撃機をね、ちょっと配備していった方がいいかなっていう感じもするんですけどね。数がちょっと揃わないですね。対艦攻撃機の数をちょっと地中海中心に少し配備量を増やしたいところですね。まあ、イギリスの海軍強いんで、そのイギリスの海軍に対抗するためにこっちは対艦攻撃機を多数配備して、まあ、それでなんとか敵の海軍をね、食い止めていくっていう作戦でいきたいんですけど、そうなるとちょっと生産ラインを見直しましょう。対艦攻撃機をどんどん上に上げていった方がいいな。今だとちょっと対艦攻撃の数が不足していると言えるので、4つ追加しているので、4つ追加されたらその分さっとここに軍需工場ですね、4つさっき追加してますので、それが立ち次第、この対艦攻撃機に避けるようにしましょう。で、それに伴って当然ながら次の研究ラインですね、これを対艦攻撃機にしていきましょう。
となると次の対艦攻撃機はこれだな、 SM84。 ちょっと先は長いけど、これは早めに研究をしていきましょう。で次は改善型デジメートル波レーダーを研究。まあもう本当に航空機に頼った戦略へと大転換していきましょう。とはいえね、戦艦も引き続き作ってはいきますけど。でイタリアの第一艦隊になってるけど、ちょっと海軍のサブの状況を見ると、イタリア海軍はサブが6までできてるので、これを07艦隊として通商破壊へと向かわせましょう。航海の通商破壊に向かわせます。11からなる潜水艦隊ですね。まあジブラルタルがね、抑えられているので航海がなんとかねダッシュできればいいんですけどね。あとは空軍だよな、空軍。重点的に飛行機を国境付近、あとは海に面しているところに配置していきましょう。工芸の注力が完了したので次のステップへと進めましょう。次は工芸の注力2ですね。何が得られるかというと、建設スロットが2つ、おお、軍需工場が2つ増えるね。よしよし。よし、戦闘機の数はそれなりに揃ってきたな。まだまだもっともっと欲しいですけどね。新たに30機、じゃあフランスとの国境付近に展開させましょう。でやっぱりね、気になるのがこのアフリカなんだよな。アフリカにもうちょっとね、戦力、航空戦力回していきましょうか。さらに近接の航空支援も20機ほど配備していきましょう。ソマリア付近ですね。で対艦攻撃機も15隻、15隻じゃないね、15機
配備して、行きましょう。対艦攻撃機の数が全然足りない。空軍系が欲しいな。対空戦闘、海軍の対空攻撃がプラス8か。どうしようかな。爆撃機の迎撃とかはいいしな。空戦の訓練、エース発生確率がプラス 10%、 これにしよう。資源が不足してると言ってもな。石油25、鉄17。石油どっかから輸入できないかな。ソビエトからは40までいけるか。40まで増やしましょう。出た。鉄だよな問題。アメリカからもらえるのか。ゼロ個だよね、アメリカは。鉄がちょっとやっぱ足りてこないですね。オーストラリアも輸出してくれないしな。満州は？満州もダメか。しょうがないですね。鉄が欲しいな。鉄が。ちなみに、そのトルコとかね、ギリシャとか攻めないんですかっていうね、ご意見いただいているんですけど、独立保障が多分されてるんじゃないかなと思うんですよね。あ、独立保障はされてないか、ギリシャは。おー、っきりギリシャをされてるかなと思ってたんだけど、なんてことはない、されてないですね。トルコは？トルコも独立保障はどこにもされてない。ほう。まあでもここでギリシャとかに宣戦布告すると絶対陣営に加入されるしな。またここで戦闘機を配備していきましょう。で、対艦攻撃機をねちょっと配備していきたいので、ここに対艦攻撃機をもっともっと配備していきましょう。でだ、対艦攻撃機だけど、437日先のものか。違う、1940年のものを研究すると、436日かかるんだな。ただね、対艦攻撃機は欲しいんですよね。どうしても。対艦攻撃機が1機も配備されてないな、ここは。とはいえ、今対艦攻撃機は3機しかないからな。3機配備するってあまり意味ないんで、ちょっと待ちましょう。対艦攻撃機の数が揃うまで。
装備品が不足していると、ほう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 。これはちょっと思わぬところでつまずいちゃってるな。生産ラインを見直しましょう。そしたら次は追加の研究枠で、今4ある研究枠を5に増やしましょう。で、増えたらまた新しく考えていきましょうかね。なるほど。どうしようかな。体幹攻撃費の数が揃ってきてるけど、今度は歩兵装備が不足か。難しいな。とりあえず砲台は作るのをやめて、その分こっちに回しましょう。まずいね。いろいろちょっとね、足りないものが増えてきすぎましたね。今だと石油5、鉄がやっぱり足りないな。どうにかならないのかな。鉄をなんとか手に入れたいんだけどな。フランスもやっぱり貸してくれないしね。鉄がないと装備品がちょっと回らなくなりつつありますね、今だと。ベルギー、ポーランドもくれないか。中華民国もやってくれないし、チリ、マラヤ、ダメですね。どうにもならないか。深刻な鉄不足に悩まされてるな。まあそういう意味で言うと日本にちょっと近いですよね、イタリアは。はい、というわけでちょっと時間が長くなってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。